体どこだよ。ももさん、どこ行ったの。おーい、もも、ももの分のおやつ食べちゃうからな。ダメ、私の方は見つからない。ヤミさんにも聞いてみたけど知らないって。こっちもダメだった。動物たちに町中探してもらってるけど発見の報告はなし。もう3日は経つよな。まったくどこ行ったんだよ、モモのやつ。モモ、リト、心配なのはわかるけど、モモさんならきっと大丈夫だって。そうだよ、きっと行き先言うの忘れただけだろ。あいつ意外とドジだし。ありがとう、ミカ、ナナ。だけど、こんなこと今まで一回もないし。大変だよ、リト。手がかりが見つかったのか。ううん、手がかりっていうか、余計わからなくなったっていうか。あのね、モモの宇宙船がなくなってるんだよ。え？じゃあ、モモは宇宙に行ったのか？うん、そうみたい。こっちから呼びかけたりできないの？それか、宇宙船を追跡したりとか。やってみたけどダメ。こっちの電波が届いてない。すごく遠いところにいるみたい。じゃあ、モモの場所はわからないのか？連絡してできる限りのことはしてもらってるんだけど。モモさん、一体どうしちゃったんだろう。とにかく今はモモを信じるしかねえな。なあリト、元気出せって。うん、ありがとう。ちょっと疲れたから自分の部屋で休んでくるよ。みんなの言う通り大丈夫だよな、モモならきっと。リト、参ったな。モモがいなくなるだけでこんな気持ちになるなんて。記憶をなくす前はどうだったかわからないけど、今は当たり前のようにモモがそばにいてくれ。一体どこに行っちまったんだよ、モモのやつ。なんだ、なんだ、布団の中に誰か。もしかしてモモ、モモなのか。よう、久しぶりだな、我が下僕よ。モモ姫でなくてすまんな。ネネッス、いつからそこにいたんだよ。お前たちが慌ただしく家中を駆け回っている隙をついて布団の中に潜んでおったのだ。お前を驚かせてやろうと思ってな。どうだ、驚いたか。まあ確かに驚いたけど、一体何の用だよ。言っとくけど、今お前の相手をしてる余裕はないぞ。やれやれ、桃姫のことがそんなに心配か。どうしてそれを。まさかお前が桃に何かしたんじゃないだろうな。いくら私でも何の理由もなしにデビルーク星の第三王女に手を出すような真似はせん。安心しろ、今回の件と私は無関係だ。じゃあなんでモモがいなくなったことを知ってるんだ。そんなのはモモ姫をずっと見ていたからに決まっているだろう。
宇宙船に乗り込んだ時は何事かと思ったが、まさかお前たちにまで内緒だったとはな。正直私ですら驚いている。ネメシス、お前はモモが今どこにいるか知ってるのか？ああ、もちろん知っている。モモ姫の宇宙船には発信機をつけていたからな。知りたいか、下僕よ。なら教えてやらんこともないぞ。教えてくれ、ネメス。モモはどこに行ったんだ？さすがにタダでというわけにはいかんな。わかったよ。何をすれば教えてくれるんだ？お前にしては察しがいいな、下僕よ。そうだな、下僕らしいことの一つでもしてもらうか。何をすれば？まずは肩でも揉んでもらおうか。わかった。じっとしててくれよ。いい感じだぞ、下僕よ。記憶を失ってなお女を喜ばせるテクニックだけは忘れておらぬとは、大したものだ。俺はただ肩を揉んでるだけなんだけど。では次に足を揉んでくれ。ここまで歩いてきて疲れてしまった。こうでいいのか？いいぞ、思わず声が出てしまう。そうだ、そこもっと。変な声出すなよ。っていうか丸見えだ。もう少し足を下げろよ。下僕相手に恥ずかしがることもあるまい。どうだ、私の専属にならぬか。夢のような待遇を保証するぞ。お断りだ。っていうかいつまで言う通りにしてればいいんだよ。まあ焦るな、次が最後だ。ここまで歩いたせいでだいぶ足が汚れてしまってな。ユウキリトよ、私の足をお前の舌で綺麗にしてくれ。安いものだろ。それで桃姫の居場所がわかるのなら。確かにそうだ。ネメス、もっと足を持ち上げてくれ。本当にやる気か、ユウキリトよ。それぐらいで桃の居場所がわかるなら安いもんだってさっき自分で言ってたじゃないか。やってやるから、ちゃんと桃の居場所を教えろよ。その前に一つ聞かせてくれ。それほどに桃姫のことが大切なのか？ああそうだよ、桃は俺にとって大切な人だ。いなくなってようやくそれに気づいたんだ。いつだって俺のために一生懸命で、俺はそんな桃のことが。ユウキリトよ、今のお前は忘れておるが、お前にはかつて思い人がいたのだぞ。お前が記憶を取り戻し、その頃の感情を思い出してしまえば、桃姫に対する気持ちも薄れてしまうかもしれん。お前の感情は一時のものに過ぎないかもしれんのだ。それでも桃姫の元に向かうのか？俺は今の自分の気持ちを大切にしたい。後のことなんか知るかよ。何するんだよ。やめだやめだ、嫌がってもいないことをさせても面白くもない。
ふざけんな。モモの居場所は絶対に教えてもらうからな。早まるな。居場所は教えてやる。お前たちの結末を私も見てみたくなった。せいぜいあがいてみせよ、下僕。この私がタダで教えてやることなど滅多にない。これは出血大サービスというやつだ。それでモモはどこにいるんだよ。モモ姫の宇宙船の進路から目的地の予測はついておる。覚悟した方がいいぞ。モモ姫の行き先は闇の星と呼ばれる危険な場所だ。